ダグ・コリンズこと、ポール・ダグラス・コリンズは1970年代の、プロリーグ NBA のフィラデルフィア・セブンティー・シクサーズで、活躍したアメリカ合衆国の元バスケットボール選手、指導者、および1972年ミュンヘンオリンピック銀メダリスト。現在は、シカゴ・ブルズのチーム相談に役。イリノイ州、クリストファー出身、イリノイ州立大学卒業。ポジションは、 シューティングガード、身長198センチメートル、体重82キログラム。1973年の入団以来、フィラデルフィアセブンティー・シクサーズ一筋でプレーし、一時低迷を極めたセブンティー・シクサーズの復興を助けた。引退後は、各球団のヘッドコーチを歴任し、若かりし、日のマイケル・ジョーダンを指導したことでも知られる。 イリノイ州立大学在学中にオールアメリカンに選ばれるなど優秀なバスケットボール選手だったポール・ダグラス・コリンズはミュンヘンオリンピックにアメリカ代表として出場した。1936年のオリンピック競技正式採用以来男子バスケットボールの金メダルを逃したことがなかったアメリカ代表だったがミュンヘン大会でついにその威信が揺らぐことになる。 この年の代表は例年に比べ後に、プロの世界で有名を轟かせるような選手は少なかったが、それでも予選リーグ、決勝トーナメントとも全く危なげなく、勝ち抜き、決勝でソ連との対戦を迎えた。この試合で、アメリカ代表は初めて接戦を演じ、試合は残り10秒を切って、アメリカが48の49と1点ビハインドを背負わさる。 絶対絶命の危機に陥っていた。しかしコリンズがソ連のパスを見事にスティールし、そのままワンマン速攻に走った。レイアップは外れたもののソ連選手からファウルを引き出し、フリースローをもらったコリンズは日本とも決めて、アメリカは50の49で逆転を果たした。残り3秒から逆転を狙うソ連の攻撃は残り1秒の時点で、 コート内に監修がなだれ込んだとして、審判により中断された。オフィシャル席からは残り3秒に戻して、再開との指示が発せられ場内にもアナウンスがされた。試合が再開され、ソ連のシュートが外れたのを見て、安堵のため息を漏らし、そしてアメリカの金メダルを祝った。しかし、オフィシャル席からアメリカ代表への冷水が飛んだ。審判と刑事係のミスから、 実際には、時計は残り3秒に戻されず、再開後1秒で、試合終了のブザーが鳴ったとし、今のプレーも無効にして再び残り3秒から試合を再開せよと命じたのである。そして試合は再開され、ソ連ゴール下からの超ロングパスは、アメリカゴール下のアレクサンドル・ベロフに渡りブザーが鳴る、前にシュートを決めた。今度はどこからも物言いの声はかからず、 ソ連の初金メダルとアメリカの初銀メダルが決まった。コリンズにとっては苦い苦い銀メダル獲得となった。この決定を不服としたアメリカ代表は表彰式をボイコットした。また、アメリカは銀メダルの受け取りを拒否し、それは今もミュンヘン市役所の金庫に眠っている。オリンピックでは期待とは外れた結果となったが、コリンズのバスケ選手としての評価はさらに高まり、 大学を卒業したコリンズは1973年の NBA ドラフトでフィラデルフィアセブンティー・シクサーズから全体1位指名を受ける。なお、当時のドラフトは前年の成績の低いチーム順位から先に指名できるという制度だったが、セブンティー・シクサーズは前年に9勝73敗という NBA 歴代最低勝率を叩き出した上での堂々の1位指名権獲得であり、 コリンズは、そんな最下位チームに歓迎されての NBA 入りとなった。しかし、コリンズのルーキーイヤーはわずか二十五試合の出場のみに止まり、成績も一位指名にしては物足りない平均八点零得点に終わっている。しかし、本格参戦となった翌九百七十四から七十五シーズンには、素晴らしい成長を見せると、九百七十五から七十六シーズンには、 平均20.8得点まで成績を伸ばす。チームもコリンズの成長に合わせるかのように勝率が右肩上がりし、9勝しかできなかった3年前が、嘘のようにこのシーズンは46勝を挙げ、プレーオフにも復帰した。1976から77シーズンには、かつてのチームのエースだったビリー・カニンガムが引退し、新たに ABA の超大物、ジュリアス・アービングが入団。 このシーズンは50勝を挙げ、NBA ファイナルにも進出を果たした。コリンズはアービングの相棒として、毎シーズン平均19得点前後を挙げる有力なスコアラーとして活躍し、セブンティーシクサーズは1970年代後半から80年代前半にかけてのリーグを代表する競合チームとして君臨。1979から80シーズンには再び、 ファイナル進出を果たすが、コリンズ在籍中にはついぞ優勝を果たすことはなかった。またこのシーズン中に負った故障が、コリンズのキャリアに大きく影響を及ぼし、コリンズは翌1980から81シーズンに30歳を前に現役引退を強いられた。NBA8 シーズンの成績は415試合の出場で、 通算7427得点1339リバウンド1368アシスト、平均17.9得点3.2リバウンド3.3アシストだった。1986から87シーズンからシカゴブルズのヘッドコーチに就任。3シーズン指揮し、毎年プレイオフには導いていたが、そのプレイオフでは毎回バットボーイズ時代のデトロイトピストンズの前に敗れており、 1988から89シーズンを最後にコーチの任を解かれた。後任にはフィル・ジャクソンが就任し、彼は後にブルズを2度の3連覇に導いている。1995から96シーズンにはグラントヒル時代のピストンズのヘッドコーチに就任し、やはり3シーズンが景色を取った。2年目の1996から97。 シーズンには54勝28敗の好成績に導くも、翌1997から98シーズンに負け越したことで、シーズン終了を待たずに解任された。ピストンズ対談後、テレビの解説者を務めた後、2001から02、シーズンから2シーズンだけ、ワシントン・ウィザーズを率いたが、成績は振るわなかった。ウィザーズ対談後も再びテレビ解説者についた。 コーチ成績は8シーズン619試合の式で332勝287敗、勝率536、プレーオフ進出は5回だった。コーチとしてのコリンズはどちらかといえば、放任主義であり、彼の下でマイケル・ジョーダンは自由にプレーし、その才能を遺憾なく発揮することができた。一方で必要以上に選手と親しくなりすぎるという指摘もあった。 2010から11シーズンよりフィラデルフィアセブンティシクサーズのヘッドコーチに就任することとなった。2011から12シーズンのプレイオフでは第8シードでありながらブルーズ相手にアップセットを果たすなど新たに実績を残した。ありがとうございます。